皆さんこんにちは。証書士合格講座会社法の第1回目の前半講義担当佐々木で始めてまいりたいと思います。で、いよいよ前回の不動産登記終わりまして今日から会社法になりますが、まず講義ノートの1ページ出していただいて、講義ノートの1ページの方で、会社法の試験対策ですね、ちょっと見てまいりましょう。で、まず会社法に関してですが、そうですね、ブレックス、今までね、民法不当法でちょっと上の方にレックとか無断複製禁、なんか頒布を禁止しますとかって入ってないんですが、これ単純な事務ミスなので、これはコピーフリーですよってわけではないので、申し訳ないんですが、ちょっと横に書いてないんですが、余白、メモスペースが増えたぐらいに思ってください。で、まずね、会社法に関してですが、毎回の講義でこちら講義ノートの1ページかって言っていきますが、で、会社法の出題に関しては午前の部での択一のみの出題となりまして、午前の部が35問出ます、そのうちの9問の出題となりまして、まずね、午前の部はトップバッターが憲法で、その後民法が出て、刑法の後会社法商法となりまして、で、午後の部での9問ですね、証書試験においては民法不動産登記、そして、今日やりますか会社法と、そして、次やります商業登記、この4科目が主要4科目、出題数が多い科目ということで主要4科目という言い方をしていきます。で、その後ですね、目標として9問中7問正解を目標にしてくださいってとこなんですが、年によってですね、難易度違うんですが、一般的な、そうですね、ここ数年、会社法の難易度は比較的高いです。で、ただ難易度高い、問題の難易度も高いし、あとそもそもの会社法がちょっと難しい科目なんですね。なので、今までね、民法とか不当法の中でも一回講義聞いてその場でも全部が全部理解できたものじゃないと思うんですけれども、ただもう何度も繰り返してある程度慣れが必要になってくる科目となりますので、その場その場で理解がすんなりいかなかったとしても、ある程度そういう特質の科目なんですよと。だと、先に進めば後から知識がつながってくるということもあったりはいたしますので、ちょっとね、学習、例えば最初の前半ですね、5回目ぐらいまで急ぎすぎないでいただきたいというところと、あと、妄想禁止っていうのは今まで通りですね。で、ただ民法って満点目指して勉強してくださいということを申し上げましたが、会社を追ってちょっと満点を狙うというのはなかなか厳しいんですね。で、なので、だいたい9問中7問で、例えば今年の本試験なんかは栃木の本試験の会社法難しかったんですけども、で、合格レベルにある方でも会社法7問取れてないだとか、場合によっては5問だとか6問だとかの正解っていう方もいらっしゃったりはするんですが、ちょっとそこは難易度との相関関係、基準点低いと、問題難しいときその分基準点低くなってきますので、ただ一般的な難易度だとだいたい9問中7問ぐらいは取りたいかなというところで、ただ少なくとも満点を狙うような学習に関しては、とてもじゃないけども多分、2020年追いつかないという状況になってきますので、あまり最初から欲張りすぎないというところ、じわじわと知識上げていくというところです。そして括弧3番で出題傾向といたしまして、まず、条文重視です。で、ただこの条文が非常に読みにくい条文なんですね。条文重視していただきたいんですが、条文は読みにくい。で、その後ですね、民法不当法と異なり比較的暗記で乗り切れる部分も多いと。で、ただしかし制度趣旨の理解は必要不可欠ということで、理解で割り切れない部分も多いんだけれども、ただ今まで通り暗記プラス理解が必要ではあるんだけれども、ただちょっともう割り切ってここは覚えちゃってくださいというところも結構多かったりはしますので、講義の中ではそこの優劣は今まで通りつけていきますけれども、ただ直前期でいいよとか今から覚えるようなもんじゃないよとかっていうところは、それなりに直前期暗記マーク的なものですね、例えば三角をつけとくとかいうふうにいるわけ、テキストに記録していってください。で、その上でさらに丸2番で似て非なるものを比較され対比させる問題が多いってとこなんですが、同じような話が結構次から次へと出てくるんですよ。で、同じような話が出てきますけれども、あっちの話なんかこんな話出てきたよなという部分が結構出てきたりはいたしますが、で、そのあたり知識の整理が必要となってきますので、気になったら前のところに戻って確認をすると
こういうとこですね。できるだけ講義の中でもページのリンクを入れていきますけれども、ただ気になったらテキストに戻って、一発で全部が全部覚えられるものではないので、となるとあれと思ったら、ちょっと復習の時に億劫がらずに戻って、確認をしていくと。で、それを繰り返していくことで知識の整理、ちょっと記憶の定着につながっていくというところになりますから、一発で覚えられるものばっかりじゃないけれども、ただその分、つどつど戻って確認をしながらという作業を、ちょっと億劫がらずにやってほしいというところです。あと括弧4番で使用教材といたしまして、ブレイクスルーが全部で2冊ありますね。で、1冊目と2冊目、ですからタイトルで言うと、このね投資でありますが8番と9番という形になってきます。で、会社法のローマ数字1番、会社法商法1番と2番、これが上あの、ね、2冊となります。で、あと、そうですね、これ講義の進度の問題なんですが、1分冊目の45ページからですね、45から97のブロック、設立と会社を作る設立というブロックなんですが、ある程度会社を進んでから戻ってきますので。ね、一番最初に設立やっちゃうと、そもそもの会社を、ね、会社の組織自体がよく分かってない状態で会社を作るって話をしても、なかなか頭に入ってこないので、後から戻ってきますので、そうですね、そこだけちょっと後回しという形になります。ただ不動産登記の1冊目ほど行ったり来たりすることはないので、あと見出しインデックスをつけることをお勧めしますでありますが、で特にですね、もうこれ主要4科目に関しては見出しインデックスつけることをお勧めしておりますが、別に立派なインデックスシールとかではなくても結構です。付箋を見出し代わりにしていただくでも構いませんけれども、ただ会社をのブレイクスルーって、商業登記やりながら戻ったりだとか、戻る頻度が非常に高いんですね。会社法と商業登記、この後言っていきますが、会社法と商業登記、結構行ったり来たりします。で、今までの民法不動産登記以上に、会社法と商業登記は行ったり来たりする科目になりますので、ですから戻るときに、できるだけその時間短縮だとか、直前期に問題解きながらまたブレイクスルーテキストに戻って確認をするという作業を非常に繰り返していかなきゃいけないとなると、戻るべき場所にダイレクトにたどり着くというところは直前期の、時間効率にもなってきますので、割と早い段階から見出し、つけちゃうことをお勧めします。あと講義ノートに関しては、今まで民法とか不当法は2冊ありましたけれども、会社はこれ1冊のみとなります。ただページのリンク入れていくときに、何ページって書いたら会社のブレイクスルーなのか講義ノートなのか分かんなくなっちゃうので、講義ノートに関しては丸1と丸 1P 何って書いてたらもう講義ノートの方だと思ってください。あと六法なんですが、で六法に関してお手持ちの、例えばそのデイリー六法とか択一六法とか模範証六法とかでも構いませんけれども、ただそうですね、以前全体構造かなんかでお話をしたと思うんですが、こちらですね、完全整理択一六法、司法試験予備試験って書いてありますが、司法書士受験生でもかなりこれ使ってらっしゃる方多いので、こちら非常に引きやすいのでおすすめしますと。こういうとこです。で、特に会社法って条文大事ですよと言いましたが、ただ条文がとても読みにくいんですね。で、条文非常に読みにくいのと、あとですね、全体構造とかでも言ったと思うんですが、準用という他の条文を引用するということが非常に多いんですよ。で、ただ本来の条文には、そうですね、条文の準用に関して、ナンバーしか書いてなかったりするんですが、ただそのナンバーの部分、引用している部分を、括弧書きで、書いてあったりしますので、そのあたりですね、比較的使いやすいんじゃないかなと思いますので、こちらですね、おすすめしますと。例えばちょっと、ここパッと開いた条文で言うと、どの条文でもいいんですが、例えば会社法の条文、322条とかいう条文で、で、この322条の条文って結構大事なんですが、後々この条文322条ですごく使っていく条文なんですが、で、例えばこの条文の中で、ちょっとズームしますね。で、例えばこの1の2とありますが、でこの1の2、条文ずらずら書いてあって、その後179条の31項ってありますが、で本来の条文にはその後ろの三角括弧って載ってないんですよ。で、179条、179条の3の1項か、
179条3の1項に関して、本来の条文には179条の3、1項で、括弧が書いてなくての承認としか本来の条文には載ってないんですが、となるともしこの条文引いたら、今度179条の3にまたも飛ばなきゃいけない。ただ飛ぶのがすごくめんどくさいんですね。要は引用のことを順用という言い方をするんですが、この順用条文がたくさんあるとあっちこっち飛ばなきゃいけないととてもめんどくさい。でただその引用先の条文が一言でこの三角括弧でこの179条の3の内容ってこの特別支配株主うんたらかんたらこのことだよということが書いてあるので、まあ比較的条文が引きやすくなってくるというとこなので、まあ割と使いやすいんじゃないかなと。あと、結構そうですね、色分けとかしてたりしますので、まあ読みやすい。あとまあそうですね、ものによっては解説が入ってたりとかで、しますので、そういった意味で、条文ですね、ある程度条文が強みできるようになること、これが条文表現そのまま出題されるっていうことも多い科目ではあったりしますので、最初条文すごく読みにくいんですよ。すごく読みにくいけれども、ある程度条文の強みができるようになる、条文表現に慣れていくとこういうことも必要となってきますので、今まで不動産登記、今まで前回までやってきた不動産登記に関してはそれほど条文条文って言ってこなかったけれども、ただ会社法に関して特に午前の部の科目に関して、実態法に関しては条文が大事と、で特に民法と会社法は条文大事と思ってください。まあ、なので、条文は基本的に復習時に、しっかり引いていただくということが前提です。あと括弧5番復習なんですが、今ね、完全整理択一六法は絶対買ってくださいねというものではないので、あると便利ですよというところなんで、なので出入り六法とかでも順用条文ってある程度載ってるとは思うんですが、出入り六法でもいいですけれども、まあ、ただ特に条文、学習進めてからやっぱ条文嫌いかもと思ったら後から買うでも構いませんけれども、まあ、あった方が便利だよとこういう科目で条文ではあります。絶対買ってくださいってものではないです。しかもちょっと高いですね。3100円プラス消費税とかなったりしますので、レックのサイトとか受付で買うと確か1割引きになったと思うんですが、ただちょっとお高め、なので普通の六法でとりあえずやってみる、やっぱちょっと無理そうだったら買ってみるという順番でもいいかなと思います。あとそうですね、括弧5番、復習といたしまして講義全部16回ありますが、で復習はしっかりやってください。で今まで通りも復習命というところではあるんですが、でとりあえず講義聞いて、いきなり過去問だとか問題集解いちゃって、ある程度解けるからいいかなと思ってたら基礎が身につかない状態で講義聞いた直後だったらある程度解ける問題があったとしても、抜けるのが早くなってきますので、なので、復習重視というところと、復習ができないと基礎が身についていかないのでその後伸びないんですよ。基礎がない状態では直前期にものすごい頑張っても全然伸びないので、そこだけ気をつけてください。でさらに、丸2番商業登記法で完成ってありますが、で特にですね、さっき言ったように会社法と商業登記ってかなりリンクしていますの で、会社法中、ある程度慣れが必要となったりもしますので、商業登記でかなり具体例を追っていきますので、商業登記で具体例をやりながらある程度そこでもう慣れていくというところもあります。なので、最終的には商業登記で完成すると。で講義の中でも丸々ここはもう商業登記でやるからというふうに保留にしちゃうところもあったりはいたしますので、ある意味会社法と商業登記ワンセットぐらいのスタンスで考えちゃってください。あと丸2番ですが、丸暗記ものについては後回しでも OK というところで、そこは講義の中でここは直前期丸暗記とかいう言い方をしていきます。であと、株式会社については手続きの流れを重視しましょうというところなんですが、でこれから会社をですね、株式会社以外の会社に関しても学習していきますけれども、特に、株式会社メインです。でその上で、手続きかなりこれを追っていくことになりますが、その流れを重視してください。そして商業登記で完成させる部分も多いので焦りすぎないことというところで、ここある程度商業登記やったら分かるようになるからと言ったら、ちょっとその後で鉛筆かなんかでメモを入れていただくとかという割り切りを持ってください。あと続きまして、丸3番問題演習なんですが、合格ゾーン、まずは過去問ですね。で、主な改正といたしまして、
近年改正ありまして、でまずね、平成18年で会社法が大改正されました。大改正というのが、もともと会社法ってなかったんですよ。でもともと商法という法律の中に会社絡みのものが全部乗っかってたんです。ただその商法の中に一本化、商法取引に関するね、その中に一本化するのはもうちょっと複雑になってきて無理があるということから、商法の中から会社法が飛び出して新しく会社法っていう条文作ったんですね。で、なので、商法というタイトル、この六法でも、この条文集でも商法って書いてありますが、中身ほとんど会社法なんですね。で、独立した、商法を飛び出して会社を作ったのが平成18年の改正で、ここでかなり、細かくなったというところではありまして、さらに令和3年の改正、この間改正あったんですが、で、まあ、それ込みで学習していきますけども、そうすると結構前に学習された方、例えばそうですね、5年前とか3年前とか、例えば行政書士試験だとか大学だとかで会社を学習した方にとっては、あれ違うというところも出てきたりはしますが、ちょこちょこ会社をってマイナーチェンジしているんですよ。で、毎年毎年ちょこちょこ大体改正あったりするんですが、ただ比較的平成18年がかなりでかい改正。で、令和3年がそれほどじゃないけれども、じゃちょっとちまちまあちこち改正したと、ある程度実務の流れを見て、ここにこういった問題があるだとか、こういった不具合があるから、ちょっとここを変えていきましょうだとか、っていう修正をかけていった。で、かなり多岐にわたる改正ではありますが、ブレイクスルーテキストだとかもそれ込みで、掲載されています。で、あとそうですね、なので結構古い過去問だとかお持ちの方っていうのは、ちょっとそこは内容変わっているところもあったりはいたしますと。あとそうですね、括弧1番、合格ゾーン過去問に関してはちょっとスロースタートという形になりまして、不動産登記でも過去問スロースタートでしたけれども、ある程度進んでみないと、解ける問題がなかなかないんですよ。まあ、なので民法だとかっていうのは、大体3回目4回目ぐらいからそろそろ過去問って言ってきましたけれども、ただ会社法に関してはスロースタートになりますので、大体7回目の講義ぐらいから過去問という形になってきます。で、じゃあ過去問ですね、どのぐらい解けばいいのかなんですが、まず平成18年に改正がありました。17年以前の過去問に関しても現行法に作り変えて掲載はしてありますけれども、ただちょっと出題の趣旨だとか論点がずれてきちゃってるというところもあったりはいたします。別に解いて、有害ってわけではないんだけれども、ただぐるぐる解き直す素材としては、まずは平成18年以降の問題、これをやってください。で、そして解く順番なんですが、ブレイクス合格ゾーンの頭から解くんじゃなくて、第2編会社法というところの、4A ブロックですね。左上の黒い箇所ですね、にありますので、株主の権利義務ですね、そこからやっていくと、ただ7回目の講義ぐらいからそろそろ過去問というふうに言っていきますので、そのあたりから解いていく。あとチェックテストなんですが、チェックテストに関してはご自宅に送られてくるという形になりますけれども、ただこれは会社を全部済んだ後で確認テスト的なところですね。民法不当法でもありましたけれども、それが5時送られてきた部分に関してちょっと下ご覧ください。で、これ択一到達式チェックテストですね。自宅演習用です。会社を済んだら、ですから会社を全部済んだらです。で、各自、実施というところで1回あたり20問で、初回演習目標は18問、16問正解ってとこで、最終的にはこれぐるぐる解き直していただいて、20丸3回連続丸を目指していただきたいんですけども、最初からまあなので、最初から9割10割解けるようなもんじゃないから、16問だったって、別にいちいちへこむ必要はないと。で、特に、会社法って実体法でありながら、半分ちょっとね、手続きの流れを重視しなさいとか言ってますが、半分手続き法的な、なんかね、ちょっと匂いがするんですよ。実体法でありながらね。なので、そうですね。ちょっとそこは問題演習によって、間違いきっかけで覚えるぐらいのスタンスで、それは過去問についても同様です。テキスト読んで復習しました、講義受けて、復習しました、テキスト読みました、じゃあ問題全部解けますかっていうと、今までもそうだったと思うんですが、そんな簡単なものじゃないよというとこです。
ただチェックテストをずるずる先延ばしにしちゃうと、直前期まるまるほったらかしみたいな状況になったりしますので、そうならないようにご自身の抗議進度、秋性春性の方でも違ってきますけれども、ただそのあたり実施予定日はあらかじめ組んじゃってください。予定を組んでそこにめがけて、そこまでに終わらせるとかいう形で、ただ、全部済んでからという位置づけです。あとですね、上戻ってください。で一応、普段の講義と、そして7回目ぐらいから、復習の字に過去問演習していくんですが、で、基本的には講義と並行して解くのは過去問という形で、あと、括弧2番でチェックテストは講義全部終わってからね。でさらにそれらも全部ぐるぐる回せて20丸連続3回丸がつくようになったら過去問ちょっと遡っちゃってください。で、先ほどね、18年以降に会社を改正されました。それ以前に関しては、若干論点がずれてるとか言って言いましたけれども、ただ現行に一応作り変えてはいますので、全く意味がないってわけではないので、そちら遡ると、あとそうですね、加えて直前期の答練だとかでもそういった最新改正だとかを意識した問題っていうのは、直前期来年4月以降ですね、の直前期の答練とかでもそういった問題、出てきますので、そこでまた若干問題をプラスアルファしていくとこういうところです。あとですね、これ、商法会社法と言ってますが、でですね、商法の出題実績ってありますが、でちょっと講義ノートの一番後ろのページを出してみてください。講義ノートの一番後ろのページご覧いただくと、司法書試験における商法とありまして、で商法会社を商法で全部で9問ですが、ただ例年ですね1問が会社法なんですよ。商法なんですよ。だから商法8問会社法1問で合計9問。ただ絶対ってわけでもないんですよ。年によって、会社を出ないかもという年もあったりはしますので、ここ数年ずっと出てます。ここ数年ずっと出てますが、ただ一応もうここ数年ずっと出てますが、一応会社法商法で9問ですと。ただもう例年そのうち1問がもう商法と思っていただいていいです。ただ商法に関してはこれね、後で言いますが対策立てづらいんですよ。もうどっから出るか分かんないんですね。で、ここ出すのみたいなところからしょっちゅう出したりしますので、ですからここが出たら取りたいなというとこだけもピンポイントピックアップして学習しますので、特に行政書式学習済みの方はそうですね、商法だとかあって馴染みの分野だと思うんですが、非常にレアなところから一問丸々出したりはしますので、もう商法対策に関しては最終回でまたここ見ながらお話をしますが、ただそうですね、商法ってもう取れたらラッキーぐらいなスタンスです。ですからしっかり皆さん会社法で稼いでください。会社法は商業登記とも絡みますので、しっかり会社法で稼ぐとこういうところです。ではとりあえず一旦、講義ノートの方はこちらにいたしまして、まずブレイクスルーの方です。いつもの通りチェックカットという形で言っていきますので、まずいいですか。ブレイクスルーですが、まずいきなり3ページから23ページまでカットです。3から23まで全カットです。読まなくてもいいです。一読もしなくていいです。で第一編、会社総論からですね、まず28ページを出してみてください。今まで通りナビゲーターズボイスだとかっていうのはもう飛ばします。読まなくて結構です。28ページからですが、28ページは本文、ですね、横1番から下までチェック、横1番から下までチェック、欄外は1番2番カット3番チェックです。欄外は1番2番カット3番チェックで、29ページ全チェックです。29ページ全チェックで、30ページですが、冒頭から縦2番の上までチェックです。冒頭から縦2番の上までチェック、縦2以下カット欄外カット、縦2以下カット欄外カットで、31ページですが、ここちょっと飛び飛びになります。上半分チェックなし、上半分チェックなしで、横4番のまずタイトルチェックで、その下の1行ちょっとですね、2行目の、団体であるまでをチェック。で、書き込み後で、また移します。で、その下4、5行を飛びまして、2ブロック目、
2ブロック目、会社は営利法人であるためからその下の行必要であるまでをチェック。でその下に3行を飛びましてラスト4行チェックですね。ラスト4行チェック。で欄外1番2番カットです。欄外1番2番カットです。欄外は1番2番カット。で次32から36全チェック。32から36全チェック。で37ページカット。37ページカット。で次42ページ行ってください。42ページですが本文、図表から下までチェックです。図表から下までチェック欄外カット。本文図表から下までチェック欄外カット。で43ページですが43ページはですね、冒頭からチェックしていただくんですが、その下あの真ん中あたりの横3縦1縦1番のタイトルプラス3行までをチェック。縦一番3行プラス、縦一番タイトルプラス3行チェック。その下資本充実の原則の具体的から枠までカットで下の縦2番のタイトルプラス3行チェック。縦2番のタイトルプラス3行チェック。でその下1行とラスト2行の枠カットで欄外チェックです。欄外チェックで44ページは44ページは上の図表だけチェックです。上の図表だけチェック。で縦3番縦4番カット、で欄外カットです。で先ほど言いましたようにその後ね45から、飛びますので、45から飛びますのでですね45から97まで、後でやりますが、ただねちょっと先にもチェックだけここ言っちゃいます。先にあの後で後回しますがもう先にチェックだけ言っちゃいますので、いいですか。あのちなみに、この45ページ、後で戻ってくるのは262の後でまた戻ってきますので、ただもう先にチェック言っちゃいます。いいですか、じゃあまず46ページ全チェック。46ページ全チェックで47ページは冒頭横にタイトルプラス4行カット下の図表以下チェック。図表以下チェック。で次48から57全チェック。48から57全チェック。58、59チェックなし。58、59チェックなし。で次また一気にチェック。60から70全チェック。60ページから70ページ全チェック。60から70全チェックで71ページカット。72から76全チェック。72から76全チェック。で77ページですが、上の文章だけチェックしてください。下の図表以下カットです。77ページは上の文章だけチェック。図表以下カット。で次78はで全チェック。78は全チェックで79ページですが、冒頭からですね図表まで一つ目の図表までをチェックです。図表47までチェックで、図表のすぐ下見せ金による払い込みは以下カットです。こちらですね、79ページは冒頭から真ん中の図表までをチェック以下、カットです。で次80ページ冒頭4行チェック、80ページは冒頭4行チェック。でその下の文章横6の上までカット。横6以下チェック。欄外は1番カット2番チェックです。欄外は1番カット2番チェック。で次81から86全チェック。81から86全チェック。で次カット87から89までカット。87から89までカット。で次91から97全チェック。91から97全チェック。でこの今の設立ブロックは後回しにいたします。でちょっとそのままチェックの箇所を言っていきます。で次100から102ページ全チェック。100ページから102ページ全チェック。100
103ページは本文のみ全チェック、欄外は全部カットです。103ページは本文のみ全チェック、欄外全部カット。104ページは本文で、104ページは全チェック。104ページは全チェック。で次、105ページですが、冒頭から、チェックしていただいて、下の縦3のタイトルまでをチェックしてください。カッコ1番以下カット。カッコ1番以下カット。で次、106ページは、上のカッコ2番ブロック、カッコ2番ブロックカット。横3以下チェック。横3以下チェック。で次、107から129全チェック。107から129全チェック。107ページから129ページ全チェック。生クラスの方、なんかメモかなんか入れといてください。107から129全チェック。で次、130ページですが、冒頭からグレーの上までチェックです。白いところの文章チェック。推論対策以下カット、グレー部分カット、欄外チェックです。130ページは冒頭から推論の上までチェック、推論以下カット、欄外チェックです。131ページは冒頭のグレー箇所ですね、カッコ6の上までチェック、カッコ6の上までカット。で、カッコ6番からチェックしていただいて、下のカッコ7のタイトルまでをチェックしてください。カッコ7のタイトルまでをチェック。下のカッコ A 以下カット。カッコ A 以下カット。で、欄外は星印1番チェック、2番カット。欄外は1番チェック、2番カット。132はカット。132はカット。で、次、133ページ全チェックです。133ページ全チェック。で次、134から136カット。134から136カット。で、137から154全チェックです。137から154全チェック。ちょっとなんかメモかなんか入れておいてください。で次、155ページですが、155ページでですね、上の、ちょっと画面移しますが、上のタイトル、と横1のタイトルだけチェックしてください。この内容全部講義ノートでやっていきますので、ブレイクスルーはチェックなしで結構です。155ページはここのこの話はノートでやるよというところで、後でノートやっていきます。でなので、その後ろのページですね、その下の、文章、この155ページの文章と、あと156から161まで、160までか、156から160まで、156から160までチェックなしです。でとりあえずこちらまで。ちょっとずいぶん一気に言いましたけれども、戻ってください。まず28ページですが、28ページでまずね、そもそも会社って何でしょうねという話から入っていきますが、まず横一番定義です。会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、この4種類があるんですよ。で、会社法上の会社にはこの4種類がありますというところで、この区別はこの後すぐ、33ページで学習していきます。で、ちなみにですね、あれ有限会社ってなかったっけなというところなんですが、まあ聞いたことありますよね、ありますよね。有限会社というのは今現在も改正によって法律上は株式会社なんです。有限会社というネーミングにはなっておりますが、さっき言った平成18年改正によって、法律上はもう株式会社の一つという位置づけです。で、有限会社に関してはまた追って、後ろの方でできます。で続きまして、横2番、社団とありますが、社団というのは人の集まりで、民法で権利能力なき社団って言葉あったじゃないですか。あれ人の集まりだったでしょ。で、会社はすべて社団であると解することができる。社団とは組合をも包含する上位概念であり、公儀の人的結合ないし団体の意味であるとありますが、ね、こういうとかなり難しく感じると思うんですが、組合っていうのは民法で組合って出てきたのは、そうですね、焼き芋屋の話って覚えてます？権能なき社団のところで講義ノートでやったあれが組合なんですよ。で、共同の事業を営みましょうと。で、例えば A さんが、私トラックを出資するとか、私は芋を出すとかあったでしょ。
で、まああれをひっくるめて、共同事業を営んでいく、人の集合体です。ですから例えばね、株式会社であればそこに働いてる従業員の方たちのことを人の集まりっていうんじゃないんですよ。で、その、例えば株式会社であれば人の集まりってその人って誰かっていうと株主のことなんですね。で、従業員はそこで働いて、給料をもらってる、報酬もらってる、使用人という位置づけです。まあ、構成メンバーとしたら株主のこと、これを指します。で、ただまあそんなもんかな、人の集まり、そんなもんかなでいいです。で、その後横3番法人性とありますが、でこの会社の法人性に関してはこれ民法で権利能力、権利義務の主体となることが能力、できる能力として権利能力を有するのは自然人と法人と言ってきましたね。自然人というのは我々人間のこと、もしくは法人、この法人の一つが会社なんですね。で、そうすると、会社は権利義務の帰属主体となることができますよというところで冒頭を見てください。冒頭2行、法人とは自然人以外で権利義務の帰属主体であるものを言う。会社はすべて法人であり、会社とその構成員とは個別の人格を有すると。この個別の人格というのが、例えばですよ、じゃ あそうですね、私が一丁起業して儲けるぞと思って、佐々木博美が、ね、じゃあ佐々木商事という会社を設立した。で、そうすると設立する、まあこの後やっていきますが、で、会社を作るってことはその会社に出資が必要なんですよ。で、出資、まあ元手がないと事業できないでしょ。ですから、例えば、じゃあ私が、じゃあそうですね、500万ぐらい会社に出資した。もともとその500万円は佐々木博美個人のお金だったけれども、会社に出資するってことは今度その500万は会社のお金になるんですよ。で、別人格ですと。で、その後法人格が認められる結果とありますが、これ今まで出てきた話なんですよ。そうすると例えば株式会社佐々木商事を作ったならば、株式会社佐々木商事が契約の当事者になりますし、裁判なんかにおいても株式会社佐々木商事をめぐってトラブったならば、株式会社佐々木商事が原告なり被告になったりするんですね、とかいう話がその下に書いてありますので、ちょっとそこの下ざざっと見ておいてください。この後やっていく話が含まれています。じゃ あこの後やっていく話が含まれていますから、ちょっと復習時に読んでいただくといたしまして、次先に29ページご覧ください。じゃ今度括弧1番で責任財産の構成とありますが、でこの責任という言葉、全体構造でも出てきましたけれども、覚えてます、責任というのは強制執行を感受すべき立場のことですね。で、じゃあ全体構造でやった話で言うと、例えば全体構造1回目の話覚えてます？ X が Y に1000万お金貸しました。 Y さんがお金返してくれません。どうするかっていうと、 X さんは訴え提起して判決取って Y の土地に強制執行をかけて、そこからお金を回収した。 Y は債務を負っているし、そして当然同時に責任も負ってるという状況でしたね。じゃあその強制執行の客体、責任、に関してですが、じゃあちょっとですね、上の文章は後で復習時に見ておいてください。真ん中の図表です。図表8ご覧いただくと、この責任財産のイメージといたしまして、じゃあね、 X が A 株式会社に貸金債権持っています。A 株式会社 X からお金借りたんですね。そうすると、ね、X さんは A 会社がお金返してくれなかったらどうするかっていうと、 A 会社の財産を差し押さえて、差し押さえて強制執行のファーストステップね、差し押さえてそこからお金を回収しますと。ならばですよ、ならばじゃ あ先ほど言ったように、じゃ あこの A 株式会社を設立したのが、じゃ あ別の人だったら、例えばですね、 A 株式会社を作ったのが設立した人の個人財産から強制執行できるかという話なんですが、まあ、さっきね別人格だという話をしましたが、じゃあちょっとですね、次のページ飛んでください。30ページ。30ページ飛んでいただいて、ちょっと A 会社じゃなくて、これね、A 会社に社員に A さんってなってるのちょっと紛らわしいので、図の左側、A 会社じゃなくて、子株式会社にしてみてください。
子を株式会社にしていただいて、で、子会社が債権者 X さんからこの矢印アルファ債権としましょう。X さんは子会社にアルファ債権持っていました。この左側の矢印アルファ債権ね。で、例えば1000万お金を貸し付けていたんですよ。で、じゃあ子会社が X さんに弁済しない。じゃあここでですよ、子会社を設立したのが社員、社員というのは従業員のことではなくて、さっき言った出資者のことなんです。で、法律上社員、一般的には社員というのはそこで働いている従業員のことを社員という方をしますが、法律上は従業員イコール社員じゃないんです。社員というのは構成員イコール出資者のことです。ですから、例えばこの社員というのはイコール株主のことね、従業員じゃないというところ、まあ、これすぐ慣れますが、もう慣れてください、従業員のことではない、株主のことです。ですからここで株式会社ですから、この社員 A さんというのはイコール株主です。ではですよ、 A さんが出資をして設立した会社ですと。で、 A さんが出資をして設立した会社ですが、 A さんはこの会社の株主なんですね。出資をするってことはその会社の株を取得するということなんですが、じゃ ここでですよ、 A さんが出資をしてこの子株式会社を立ち上げたんですが、この時に、じゃあ会社がお金返してくれないから、株主 A さんの個人財産で強制執行できますかっていうとダメなんですと。なぜかというと、いくら A さんが作った会社とはいえ、 A さんが出資した、 A さんが株持ってる会社とはいえ、会社と A さんは別人格なんですね。別人格だからこそ、だからここに書き込み入っておりますが、アルファの回収は後者の財産に執行、執行というのは強制執行、アルファの回収は、後者の財産に執行すべき、つまり株主と会社別人格なんですね。で、これ全体構造とか民法とか不当でいっぱい出てきましたが、物上保証でもしていない限り、物上保証でもしていない限り、 A さんの建物に強制執行することはできない。つまり責任は物上保証でもしてない限り、 A さんは個人は負わないんです。ですからちょっとこの矢印が微妙になっておりますが、ね、この A さんの個人財産に強制執行ダメよという罰なので、ね、会社財産罰じゃなくて、会社の債務は会社財産が責任財産となると。責任というのは強制執行を感受すべきと。じゃあ戻ってください。で、これに対して今度29ページの下の図表、図表9見てください。今度はですよ、じゃあ債権者が社員、これ株主ね、株主個人に対して債権有する。じゃあここでさっき言った A さんが子株式会社の株主なんです。株主ってことは A さんは子会社に出資をしているという状況ね。出資者イコール株主です。で、じゃあですよ、Y が A に対して、お金を貸していました。アルファ債権、貸金債権ね。で、Y が A に対してお金を貸し付けておりました。これ A の個人的な借金です。 A 個人の借金に関して、貸金債権アルファの回収は書き込み入ってます。アルファの回収は A の個人財産に執行すべきであって、ね、お前、子会社の株主だろと、だったら会社財産に強制執行してそこから回収したるわっていうのはやっちゃダメなんですね。さっきの話と同じで、裏返しで別人格だから、いくら A さんが出資して作った会社とはいえ、もう別人格なんですよと。だから会社は A のアルファ債務について物上保証でもしていない限り、会社財産に強制執行だとか執行して回収することはできないと。
いうことで、ここね、この図の上、すぐ上のカッコ2番、排他性とありますが、他を排除するってことで、会社財産は法人のもので、法人の財産は法人のものであるから、例えばその会社を構成する社員。で、この社員というのはさっきから言ってますように、出資者のことです。株主です。で、その個人の債権者からは会社財産強制執行されない。物情保証しても、ね、してない限りにおいては会社財産に競売かけることはできませんと。でその後ね、ただ持ち分会社という種類の会社には例外がある。この例外すぐ34ページやっていきますので、そこ34ページで書いておいてください。まあ、なので、今言ってる話ですね。まあ、あのね、設立者、株主とはいえ、全く別人格なんだから、そこに強制執行なりで、回収することは双方できないんですと。で、続きまして31ページですが、チェック外のところはもうここは飛ばしてもらって結構です。出題可能性非常に低いので、次31ページ。まあ、このあたりある程度もうこういうものかなと慣れていただきたいんですが、今度ね、言葉に慣れてほしいのが、横4番、営利という言葉なんですが、営利性のところちょっとメモってください。営利というのは収益プラス分配。営利というのは収益プラス分配。とありますが、じゃあね、よく、会社なんか株の配当とかいう言葉聞くじゃないですか。ああね、あそこの会社は配当がいいとかね。で、というのは、まず、その会社に別に設立者じゃなくても、例えばもう設立後の会社がですよ。例えば、そうですね、だんだん事業を拡大していきたい。事業を拡大していくときにはお金が必要でしょ。そうすると、株を発行するという形で出資を募るんですよ。例えば一株1万円で欲しい人いませんかという形で、ね、その会社成長目覚ましいなと思ったら、例えば一株1万円だったら今後値上がりするかなとか思ったら、その会社の株を買うわけです。株を買うイコールその会社に出資をすると。ね、そうすると、じゃあ例えば一株1万円でその会社の100株買いました。100株取得しました。100株主ですと。で、そのように資金を調達した上で会社事業展開していって、ね、そこで、まあ、収益、まあ、儲けが出ますよね。で、じゃあ会社はまず収益活動をしていきます。そして何のために収益をするのかっていうと、まずね、まあ、いろんな目的あるんですが、もちろんその社会のためとかもあるんですが、ただ収益してプラス構成員出資者に分配をしなければいけないんですよ。この分配というのが配当とかいう形だったりします。よっていいですか。この営利というのは収益プラス分配、これ両方込みなんです。で、この会社でやるならば、この営利を目的にしなきゃいけないんですよ。ですから、うちの会社はね、世のため人のため、例えばその地域のために作った会社ですとはいえ、株式会社とか会社でやるならば、もちろんその地域還元だとかはサブ的にあったとしても、ただ出資者に配当分配はしなきゃいけないですね。ご覧ください。チェックの箇所。会社は営利事業を行い、それによって得た利益を構成に分配することを目的とする団体であると。で、さらにその下、チェックの箇所。会社は営利法人であるため、対外的事業によって収益の増大を図ることが必要であると。で、ってことで、ですから、もうね、出資者に一切還元はいたしませんとかいうタイプ、それに、ね、賛同していただける方であれば、ね、どうぞ出資をお願いしますという形であれば、それは会社以外の別の法人でやってくださいと。そういった種類のタイプの法人もありますので。少なくとも会社でやるからには出資者に還元はいたしなさいと。で、そもそも会社っていうのは営利事業、営利を目的にしなきゃいけないからです。で、あと、じゃあその分配、先ほど配当という形をしましたが、ただラスト4行に関してはちょっと次のページやっていきますか。ラスト4行10ページと書いていただいて。で、次のページご覧ください。
じゃあね、先ほど、配当という言い方をしましたが、まず、このね、分配の仕方、一般的には丸一番なんですよ。で、ここにね、言葉として初めてできた言葉、剰余金の配当とありますが、詳しく、お金の話は詳しくはまた後ろの方でやりますが、要は、その儲けが上がった分の、ここはもう配当と考えちゃってください。ね、日頃から事業を行ってます、今期もね、最高益、これを上げました。ものすごいヒット商品が出て、ものすごい儲かったんですよ。そうするとそれは株主さんたちに還元しましょう。配当という形で儲けが上がった分それを配当しましょう。このことを剰余金の配当という方をするんです。で、じゃあ剰余金、これを配当、これを、原則しなきゃいけないって言いましたよね。配当しなきゃ、原則というか配当しなきゃいけないって言いました。で、ただここでですよ、そこに言葉としてこれから新しい用語がいっぱい出てきますが、それを株主に与えないというルールを作っちゃったらいいですかと。ルールを作ってもいいですか。で、ちなみにここに定款という言葉がありますが、定款という言葉はこれからいっぱい出てきます。で、その会社の、ルールブックみたいなもんだと思ってください。その会社の根本規則とか最高規則という方をするんですが、要はその会社のルールブックです。うちの会社のルールはこういうものですというのを定める場所が定款というものなんですよ。じゃあうちの会社に配当を出しません、株主には配当を出しませんというルールを設けることができるかっていうと、できるかできないかってできるんですよ。あれまずいんじゃないってとこなんですが、例えばですよ、期間限定で設立したような会社なんかであれば、毎年毎年配当を出すということよりは最後に渡しますと。最後の最後に、例えば例えば5年とか10年スパンでもね、例えば何かの目的のために作った会社、例えばここの鉱山の発掘を目的にする、じゃあこの鉱山の発掘し終えたらもううちの会社は畳みますみたいな会社だったりなんかすると、比較的期間限定とかだったりすると、このような場合においては全部終わったタイミングで、全部そこは還元しますからというのが丸2番で、今度残余残債の分配ってありますが、この残余財産の分配っていうのは会社畳む時の話です。会社畳む時の話で、その最後の最後に余ったお金に関しては株主さんたちに還元しますと。よって例えばですよ、丸一番のスタイルでも最終的に残余財産の分配という形で、出資者に配当を、配ることができるな、分配することができるならばそれで OK なわけでしょ。で、ただ例えば定期的に配当、剰余金の配当という形で株主さんたちには還元します。最後会社に畳むときには残余残資産に関しては株主さんたちには与えません。それは地域に還元しておしまいにしますとかいうのもありなんですよ。ただダメなのが両方与えませんっていうのがダメなんです。丸三番ね。剰余金の配当と余財余財産の分配を受ける権利の両方を株主に与えないという規定を設けることはダメなんです。いずれかの形で分配はしなきゃいけない。それは営利法人だからというところです。で、たくさんの種類の法人があるんですよ。例えばですね、商業登記とかでやっていきますが、社団法人とか、財団法人とかいう言葉聞いたことあると思うんですが、でそういったものに関しては営利法人ではないんですね。営利法人ではないので、分配、これを目的にしなくてよかったりするんですよ。例えば地域の活動のためだとバザーだとかをする、バザーだとかをするってことはこれ収益活動でしょ。バザーで物品を販売してお菓子とかを売って、でそこから お客さんから売ったお金得ますよね。それ自体収益活動なんですよ。ただそれを公正に分配しない、それはうちの法人の、要は団体の、例えばその社団法人の運営資金にしますからとか、ただ皆さんには還元しませんからね、社員の皆さんには還元しませんからねと
いうタイプの法人もありますが、でも会社でやるならば、会社法上の会社でやるならば営利を目的にしなさいと。でただその分配の形に関しては、今の丸一または丸二、いずれかの方法で最後の最後にまとめてドドンと渡しします、でも OK なんですね。それ丸一番が、日々の配当は出しません、毎年毎年配当は出しませんよ、その代わり最後にドドンとまとめて渡しますと言うんでも構わない。ただ両方与えないっていうのはダメなんです、営利にならないから。じゃ続きまして今度33ページですが、会社の種類とありますが、ここね文章は今日の復習時に見といてください、もう次のページの図使ってやっていきますから、横一番のタイトルの横にでも10ページと書いていただいて、33ページ横一番タイトルの横に10ページと書いていただいて、もう次のページの図でやっていきます。でまず会社法上の会社には4種類あると、先ほどちらっと言いましたが、ですか、4種類あると言いましたが、まず4種類、まずね、会社商社試験においてもこの左側の株式会社がメインです。株式会社がメインで、そうですね、全部で9問、ね、ただ9問のうち1問が商法なので8問が会社絡みなんですが、8問中大体7問が株式会社ぐらいな感じです。でそのうち1問持ち分会社というような感じですね。商業登記においてもほとんどが株式会社の話です。でじゃあ、会社法上の会社にはこの4つあります。でちなみに上に私持ち分会社と書きましたが、右側の、合同会社、合名会社、合資会社をひっくるめて持ち分会社という名前で言っていきます。ですから持ち分会社ですって言ったら持ち分会社のどれですかって話になってくるんですよ。でじゃあ、圧倒的に多いのが株式会社なんですが、でこの株式会社に関しては左側ね、社員とか株主ってありますが、株式会社の構成員のことを株主と言っていきます。持ち分会社のメンバー出資者構成員のことを社員と言っていくんですよ。まあ、なので呼び方の問題なんですが、株式会社の株主のことを社員と言っちゃうこともありますが、構成メンバーのことを全部ひっくるめて社員っていう言い方をするんですが、メンバーのことを株主っていう名前で呼ぶのは株式会社だけです。じゃあこの株式会社に関して、まず、株主の責任、といたしまして、株主の責任はいいですか、まず、直接責任間接責任ってありますが、そこを間接責任ですね。でその間接責任で、有限か無限かで言うと、有限です。でどういうことなのかっていうと、ちょっと見ていきましょう、まずね、図表13のところでご覧いただきますと、ですか、図表13ですね、合同会社この後ご説明していきますが、先ほどの話なんですが、じゃあ会社債権者が会社に対して1億の債権アルファを持ってました。1億の債権アルファを持ってました。でそうすると先ほど言ったように、会社財産のみが責任財産でしょ。ですから会社財産に対して強制執行して回収することはできます。ただでもそもそもこの会社財産っていうのは株主たちが出資してくれた財産で、これを元手にいろいろ事業展開していって会社収益を上げていって、例えば一定分は株主に分配して、で一定分は株主たちに配当して、で全部配当するんじゃないんですよ。今後の、活動資金として、で、一部、今後の事業転換のために使っていく。そうやってどんどん会社財産を増やしていったりだとかするわけですね。でそうすると会社財産に対して強制執行します、社員 A さん、ここでいう社員というのは例えば会社で株式会社であれば株主 A さんね、株主 B さんたちの個人財産に直接強制執行できなかったじゃないですか。で、直接強制執行できない。だけれどもそもそものこの会社財産というのは元はといえば株主となるときに A さん B さんたちが出資してくれた財産でしょ。元はといえばね、
そもそも会社作る時から、A さん B さんが会社にお金を出してくれました、ね、その会社その財産は会社財産になりました。それをうまく回してってうまく事業展開してって会社財産をどん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 増やしていきました。ならばですよ、会社財産に強制執行するってことは、元はといえば A や B が出資してくれた財産なんですよ。そういった意味で A や B の負う責任というのは間接責任と。直接強制執行をかけることはできないけれども、元はといえばこの人たちが出資した財産だからで間接責任。そしてじゃあですよ、まあ、ここね100万とか例えば B さんが出資した分が現金100万だったりとかで、ちなみに出資財産に関してはまたという詳しくやっていきますが、現金でも現物でも一定手続きを取ればできます。ですから現金出資に限らないんですが、で例えば B さんが出資した分は現金100万でした、で A さんが出資した分は土地を出資しましたとか、もちろん他にも何人か株主とかがいて出資者がいた。でじゃあですよ、例えば会社財産も1億の債務を負ってしまったけれども、場合によっては会社が事業失敗したりなんかして会社の強制執行とターゲットとなりうる財産が、例えばトータルでじゃあ7000万しかありません。で、1億の債権、会社財産全部に強制執行をかけても全額回収できませんみたいな時どうするのかっていうと、じゃあ株主さんたちに追加の出資を強制できるかっていうと強制できないんですよ。そういった意味で株主の負う責任は有限、出資額を限度とした責任ですと。でその出資額を限度としたっていうのは、しかも追加出資を強制されない、でしかも A や B に直接強制執行できない間接責任、そして追加出資強制されない有限責任という形ね。でこのように、株式会社の株主たちの責任のことは直接強制執行が及ぶわけじゃないけども、でも自分たちが出資した分に関しては場合によっては最悪、会社が事業破綻なんかしたりすると諦めなきゃいけないね。最後会社畳むときに、残余財産の分配ももう受けられなくなっちゃうでしょ。そういった意味で間接有限責任、出資額を限度とした責任ですと。で同じように、持ち分会社、上の図表、持ち分会社の中の左から2つ目、合同会社というタイプの会社も、このようなスタイルを取ります。で、この合同会社ですね、そうですね、アマゾンだとか、比較的名の知れた企業だとかにおいても、この合同会社というスタイルを取ったりすることもあるんですが、まあ、でも一応ね、一般的には株式会社っていうのは大規模事業をやっていくことをもともと想定しています。合同会社だとかこの持ち分会社っていうのは比較的、小規模事業っていうことはもともと想定して作ったんです。ただ今言ったように大企業でも合同会社を選択することもまあまああったりしますので、一概にそうとも言えない事態は起こってはいるんだけれども、ただ比較的株式会社との大規模事業をやっていく、で比較的多くのものから広く出資を募ると、ね、大規模事業をやっていくということをもともと想定しているタイプですと。じゃ あ続きまして今度はですね、持ち分会社には別の種類がありまして、34ページ図表14で合名会社というのがあります。で合名会社ってあまり聞かないと思うんですが、あまり数は多くはないです。で、この合名会社というのはですね、まず、さっきのね、その債務と責任、その責任というところがもうかなり一緒くたなんですよ。かなり一緒くたというのが、例えばですよ、債権者が合名会社に対して1億のアルファ債権持ってました。じゃあここでですよ、会社財産でお金回収してもいいけれども全額回収できない場合に、出資者社員の個人財産に対して直接強制執行をかけることができるんですよ。つまり、この社員の責任は会社財産に関しては、とことん責任を負ってあげますと、なんならもう直接承継強制執行も厭いませんという状況、直接無限責任、出資分以上の責任を負わなきゃいけなかったりすることもありますし、
なんなら会社財産に強制執行できない、そこでから回収できなかったとしても、個人財産に対して直接強制執行をかけられちゃいます。直接責任、無限責任ね。株式会社とか合名会社の責任と随分違ってきますよね。で、特に先ほど言ったように株式会社なんかにおいては基本的に大規模事業をしていくことを想定しますから、そうすると、大規模事業をすることを想定する、もう基本的には会社経営は会社の、ね、もうあの経営のプロである取締役とかいう人に任せるんですよ。こんなとこしか出てきますとなると、自分たちがやったことではない、もしかしたら取締役としても会社が経営失敗する可能性だってあるわけじゃないですか。そんな失敗した時に、自分たちがやった経営じゃないことに直接強制執行来ちゃうの怖いでしょ。でもうまくいけば配当という形でがっぽりいい配当が設けられるという形で、とことん自分たちがやった会社経営じゃないのに直接責任を負っちゃうのは怖いよねと。逆に言うと、出資をしてもらうときにいざとなっても間接有限責任ですからと、万が一のことがあっても間接責任ですから、有限責任ですから追加出資をお願いいたしませんから、そうすると、安心して出資できますよね。これに対して真ん中の合名会社ってことになると、他人の経営で直接無限責任やっぱ負うの怖いじゃないですか。となると、こちらの合名会社スタイルにおいては出資者自ら会社経営していくってことをもともと想定しているんです。出資者自ら会社経営していくってことを想定しますから、ですから株式会社みたいに取締役とかいう別の経営陣っていうのを用意したりしないんですね。社員自ら会社経営していくというスタイルです。で、じゃあ今度下の合資会社、30ページ下の合資会社なんですが、でこの合資会社に関しては、社員の責任のスタイルとして、自分が社員になるときにどちらのタイプかを選ぶことができるんですよ。で、両方いるという意味なんですが、無限責任社員もいれば有限責任社員もいますよと。でとことん責任負う無限がいいですか、いやいや、限りがある無限は怖いからやっぱ私は有限でお願いしますとかいうのを社員出資する際に選択できるんです。ただここでですよ、じゃあ上の株式会社と違うのが、ここのね、社員 B さんに関しては有限責任社員なのにですよ、直接責任って書いてあるじゃないですか。で上のね、図表13のとこだと、有限責任社員だったら出資分を限度とする間接責任なんじゃないのと、個人財産直接強制執行来ないんじゃないのってとこなんですが、この場合ですよ、合資会社の場合には有限と無限が絶対いるというタイプの会社なんですよ。となると、いざとなったら無限責任社員がおりますから、いわばですね、有限責任社員といえども出資後払いが許される。そこに出資未履行ってありますよね。私の出資分は100万円ですとしておきながら、後で払いますというのが許されるんですよ。だから未履行分に対しては100万円まで強制執行できちゃうと。だから直接責任、これはあくまでも未履行の分に関しては直接強制執行来ちゃっても仕方がないよと。でも、もう出資履行済みですってことになったら A の個人財産には直接強制執行来ません。無限がいるから後払いが許されます。ただその後払い分、未履行分に関しては直接強制執行来ちゃうからねと。とことんの無限責任社員もいる。でここでですよ、とことんの無限責任社員も私の出資分はこれですというふうに一応決めて、その分履行済みであったとしても、でもとことんなんでしょ。とことんってことは出資分以上の責任を負っていますから、会社財産を持ってお金回収できなかったら A さんの個人財産についても直接強制執行来ちゃうんですよ。で無限責任社員はもう当然直接で、今回の社員 B さんに関しては有限なんだけど未履行分は直接責任負っちゃいますと。で未履行が許されるのは無限がいるから。ってことは株式会社合同会社のもう一回図表13に戻っていただくと、全員が有限責任社員だから後払いというのが許されないんですよ。
いざとなったらとことんの人がいないからね。全員が有限だからこそ出資後払いは許されない。株主社員になる際には全額履行を済ませてくださいという形です。ということで上の図表のところですね、社員の責任の対応で、このような違いがあります。まあ、圧倒的に多いのが株式会社ではありますが、合弁会社とか合資会社って、割と家族経営とかだったり昔ながらの企業とかね、例えばその、老舗のお菓子屋さんだとか、あと、そうですね、酒造メーカーだとか、焼酎のラベルとか見てると、まあまあ、まあまあたまに合弁会社とか合資会社とかあったりするんですが、お酒とかね、酒造メーカーとか昔ながらの会社だとかに関してはたまにあったりいたしますが、ちなみにこの合同会社というのは平成18年の会社法改正によって出来上がったタイプの会社と。でこの持ち分会社というのはさっき言った出資者自ら直接会社経営していくということを想定している会社ですから、間接有限責任、全員が間接有限責任でも、会社経営は人任せにしたくない、出資者自ら自分たちで会社経営していくんだと。でも無限は怖いと、全員が有限責任がいいって言ったったら合同会社という形で、出資者自ら人任せにするんじゃない、自ら会社経営するというのが合同会社というタイプの会社です。比較的合同会社っていうのは近年増えてきてますと。やっぱね、株式会社って結構会社のルールがうるさいんですよ。じゃあ続きまして今度35ページなんですが、で、ただ今言ったようなことが株式会社と持ち分会社って書いてありますので、こちらも各自で読んでみてください。じゃあ続きまして今度36ページです。で36ページの、今度横3番で大会社と大会社じゃない会社ってありますが、よく中小企業とかいう言葉ありますが、中小企業だとかっていうことは別に会社法上の用語ではありません、会社法は大会社か否かです。大会社かそうじゃないか、大会社じゃない会社のことを小会社とか中会社とか言ったりはいたしません。そういった言葉はありません。じゃあ大会社か否か、大会社って何ですかなんですが、その下ですね、大会社とはその後最終事業年度にかかるってありますが、この事業年度という言葉もまあ慣れていただくとしかないんですが、日本の企業って例えばそうですね、令和3年度とかだったりすると、学校とかもそうだったりするんですが、4月スタートで3月末決算の会社っていうのが多いんですよ。その4月から3月末までのことを1事業年度打っていきます。ただこれ会社によって好きに決められるんですよ。会社によっては5月スタートで4月末決算という会社もありますし、10月スタートで9月末決算という会社もあったりします。単純に1月スタートで12月末決算という会社もあったりします。そこの事業年度は自分たちの会社、さっき言ったルールブックだとか自分たちで好きに決められるんですよ。そこはどうぞご自由に。ただ多いのが4月スタート3月末決算という会社が多いですと。それが1事業年度と言っていくんですが、でそうすると1事業年度、1年間の経営成績だとかを お金の面から書面に表していく。でそれがですね、1行目の真ん中、貸借対照表と言っていくんですが、3月末時点でその会社の保有財産プラスマイナスね、でどういう形で保有しているのか、そういったものを書面化するのが貸借対照表。また詳しくはお金の話は後ろであります。で、そこでですよ、そこに資本金という項目、これを作ります。でそこに資本金として計上した額が5億円以上である株式会社で、かなり、でかい会社ですね。でその後または最終事業年度にかかる貸借対照表の負債の部、この負債っていうのは、基本的にも返済必要なお金で出ていくことを想定したお金で、この負債の部という言葉に関しても詳しくは後ろの方でやりますが、まあ、ざっくり言うとマイナスです。で、そのマイナスが200億円以上ですね。ですから資本金は3億なんですが負債が210億ですってなったら、これまたはですから、どっちかかかったらもう大会社です。
でもうちの会社負債は100億なんだけれども資本金6億ですってなったら大会社でしょ。またはなので、その株式会社を言います。で、ですから上から3行目、この資本5億または負債200億で、の株式会社でしょ。ってことは持ち分会社においては資本金が6億あったとしてもこの大会社という言葉は使いません。あくまでも株式会社です。上から3行目の真ん中ちょい後ろね、である株式会社のことを大会社ね。でその後なんでこんなね大会社かそうじゃないかっていう区別を作るのかっていうと、会社法上大会社か否かにより機関設計について差異が設けられるってありますが、この機関というのは役員構成のことです。で、全ての株式会社、株式会社であるならば絶対に取締役という会社経営陣置かなきゃいけないんですよ。ただこの資本5億また負債200億ってことは相当大規模事業やってる会社ですよ。で、これに当てはまる会社って実はそんなに多くはないです。で、でもこれに当てはまるならば会社経営陣も相当なしっかりした体制を築いてくださいと。ね、取締役1人2人ぐらいで回されちゃうんじゃ困りますとかいうことで、かなり会社経営のルール、その経営陣のルールですね、あれ置きなさいこれ置きなさいこうしなさいああしなさいというのがかなり厳格化されていますと。でその機関設計に関してはこれのブレイクスルーのこの機関に関しては会社法でも超大事だし商業登記でも絶対毎年記述の論点になる、択一でも絶対毎年出るぐらい、論点となってきまして、この会社の機関に関しては後で263ページ以降で、ごっそり言ってきます。最終的に会社商業登記で仕上げると。じゃあその後今度横4番、これも言葉をしっかり覚えてほしいんですが、公開会社と公開会社でない株式会社、これものすごく大事ですよ。で、公開会社でない株式会社とありますが、このことを非公開会社なんて言ったりします。この非公開会社でですね、ちょっと下の書き込みですね、あの下のあのところで公開会社か否かの判断ってありますが、右側に非公開会社ってあるでしょ、これ公開会社じゃないってことなんですよ。でちなみにちょっと欄外の横4の横に、まずこれ株式会社のルールね、株式っていうのは株主たる地位のことです。株式というのは株主たる地位のことなんですが、株式はこれ J って書きます、譲渡です。で今までも譲渡制限とかで会社民法とかでも言葉出てきましたが、まあ、これから譲渡っていう言葉漢字書くのめんどくさいので、私はもう譲渡という言葉は全部 J って書きます。で、譲渡自由が原則、株式というのは株主たる地位のことね。株式は譲渡自由が原則です。これ詳しくは126ページの上でやっていきますが、なのでですよ、例えばじゃ あ皆さんが佐々木商事の株を100株取得しました。1株1万円で100株購入しました。100株購入するってことは佐々木商事に 100万円の出資をするということなんですよ。でじゃ あ100株主として、例えば株主総会に出席して原則、株主さんの意見表明、自分たちの意見表明は議決権という形で100個分の賛成票反対票を持っていくと。株主総会大事なことをいろいろ決めていきます。で役員選んだりとかね、その時に100株持ってるってことは原則100個分の賛成反対の権利があるんですよ。でそして100株持ってるってことは、例えば1株5円の配当が受けられますとなったら、その分株持ち株数に応じた配当というのが受けられたりします。他にもさまざまな株主となる権利、株主としてのさまざまな権利があるんですが、その100株分の権利に関して、じゃあ必ずしもあなたじゃなくてもいいですよと。ね、つまり、他の人に株式を譲渡しちゃえば、私はその会社の株を手放します。その会社のもはや株主でなくなります。ただ株式を譲り受けた人が今度は新しい株主となって、次から株主総会には私が行きますとかなるんですよ。で株式は譲渡自由が原則だと言いました。なんでかっていうと、だって会社経営陣は取締役という人が別にいますから。ちょっと詰め方簡単になりますが、どうぞあなたじゃなくても構いませんと、出てってください、いいですよ譲渡自由ですよと、嫌になったら譲渡してくださいと、ね、会社経営陣別にいますから、
という言い方で譲渡自由が原則なんです。で、まずは大原則ね。株式会社には取締役というちゃんと会社経営する人はいますから。ちなみに先ほどの持ち分会社においては基本譲渡自由じゃないんですよ。持ち分会社の社員たる立場に関しては譲渡自由じゃありません、原則ね。これに対して株式会社の株主たる地位イコール株式は譲渡自由が原則です。だって経営陣別にいますから、あなたじゃなくても構いませんと。で、ただですよ、譲渡自由が原則だって私欄外に書きましたけれども、でも身内経営のうちはもうね、身内経営親戚一同で親族一同で、経営してる会社なんです。よそ者に入ってきてもらっちゃ困るとね、いうタイプの会社もあるでしょ。ね、どっかのバカ息子が、例えば次男のバカ息子が、株式を取得してうちの会社の一族だったからって株式もらって、じゃあ株式取得してそのバカ息子が目先の金欲しさに誰かに譲渡しちゃった、株式譲渡しちゃった、よそ者が株主総会に入ってくる、収拾つかなくなってめんどくさいでしょとなったりすると、誰が株主になるかについて会社がチェックをしたいというタイプの会社もあったりするんですよ。譲渡自由は原則だけれども、よそ者に入ってきてほしくないといった場合においては、全ての株式に譲渡政権、これをつけておけば人物チェックができるんですね。全ての株式に譲渡制限つければ、この場合オープンじゃないという意味で、オープンじゃないから非公開会社ですから、譲渡自由ってことはオープンでしょ。だから丸2番、全て譲渡制限がないってことはオープンの公開会社ですね。で、その会社の株主になりたいなと思ったら、株式会社チェック受けることなく譲り受けることができるわけですよ。ですから、欄外に書きました譲渡自由が原則だってことで、原則的スタイルは丸2番なんです。原則的スタイルは丸二ですと。でも、会社の実情によっては、ちょっとよそ者に入ってきてほしくないという会社もあるでしょうから、そういった場合はこの譲渡制限というルールを定めてくださいと。じゃあ今度上の文章ちょっと読んでいきましょう。横4番でいいですか。公開会社とはその発行する全部または一部ってあります。一部はこの後やっていきます。公開会社とはその発行する株式全部、一部ちょっと置いといての株式の内容として、株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社を言う。つまり、会社チェックはいたしませんと。会社チェックするんだったら、ルールが必要なんです。設けていない。じゃあ逆に言うと、その後、そして公開会社で、公開会社でない株式会社、公開会社でないってことはイコール非公開会社ね。ってことは、これ以外の株式会社、すなわちその発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認要する旨の定款の定めを設けている株式会社を言う。人物チェックをしたいんだと、よそ者に入ってきてほしくないんだといった場合であれば、あなたでいいかどうか取得者チェックをいたしますよと言うならば、そのことはちゃんとルールブックである定款に書いておいてくださいと。定款に定めなきゃダメなんです。もう身内ね、もうそういう決まりだからとか、うちの会社は代々そうだから、そんなどこにも書いてねえよとかってやったらダメなんです。譲渡制限書けるなら定款に書きなさい。あとね、これね、この譲渡制限という言葉なんですが、いいですか。今のね、文章ですが、そうですね、3行目から、4行目か、4行目から、いいですか。その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、会社の承認を要する。つまり、手放すことに対する承認じゃないんですよ。
よそ者に入ってきてほしくない人物チェックを設けたい、会社にとって不都合なものが会社に入ってくることを阻止したいのであれば、手放すことについて OK だったら相手方は誰でもいいってことになっちゃうでしょ。困る人が会社に入ってきちゃうと困るじゃないですか。となると、例えば A が B に譲渡します、 B じゃ困るといった場合であれば、 A が譲渡手放すことに対する承認じゃなくて、 B が取得することに対する承認なんです。問題なのは A が抜けることがの是非ではなくて、 B が入ってくることの是非なんです。で、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する。で、このことを株主の個性を問題とするという言い方をしたりするんですが、株主の個性を問題とするというのは誰でもいいわけじゃないと、誰が株主なのかっていうのはうちにとって大事なんだという場合です。となるとですよ、オープンかオープンじゃないかで言いますと、で、例えば丸三番のタイプ見てください。丸三番のタイプね、丸三番は実はね、この会社A と B という2種類のバリエーションの株式がありました。 A は譲渡制限ついてます、 B は譲渡制限ついてません。うちの会社には A 種類 B 種類2種類の株式がありますと、 AB2 種類の株式がありますが、この場合ですよ、少なくとも B はオープンでしょ。一部オープンってことは、もうちょっとでもオープンの隙があるなら公開会社。A は自由に譲渡ができない、A、自由に取得ができないけれども、でも少なくとも B 種類であれば会社のチェックなしに株式取得できるんでしょ。一部オープンってことは公開会社です。じゃあこれに対してその下丸4番なんですが、で、会社の株式には譲渡制限以外にも実はですね、いろいろ色カラーをつけることができるんですよ。例えばここにですよ、A と B それぞれに譲渡制限がついてるんだけれども、そこにエグザンプル A のところに私書き込みで、普通株式で、そして B のところに優先株式という書き込みを入れました。で、ちょっとそこに定管例、115ページ星マークと書いてありますが、ね、ちょっと115ページ飛んでみてください。定款っていうのはさっき言ったように、このような譲渡制限作れるんだったらルールブックに書いておいてください。定款にどんな風に書くのかなんですが、でこの中の、画面に映しておりますが、図表の中のですね、第5条第6条第7条ってありますが、この5条6条7条の番号はその会社によってまちまちなので関係ないんですが、特にこの中の6と7見てください。6と7のところに36ページ星マーク、今リンク入れましたが、ですか。まず第6条、株式の譲渡制、当会社の A 種類株式 B 種類株式を譲渡により取得するには株式会社の承認を要すると。これも譲渡することの承認じゃなくて、譲渡により取得することの株式会株主総会の承認ね。で、 A にも B にも譲渡制限ついてます、両方とも譲渡不自由だから非公開会社。そして第7条を見てください。で、発行する株式の種類の内容といたしまして、当会社の発行する各種類の株式の内容を次の通りとする。すなわち譲渡制限以外にご覧ください。剰余金の配当、この剰余金の配当ってのはさっきいいね、儲けて上がった利益を株主に分配するという言い方をしてきましたね。でいいですか。剰余金の配当については B 種類を有する株主に対し、 A 種類株式を有する株主に先立ち年6分の剰余金を支払う。すなわちA よりも B の方がたくさんもらえるよという意味ね。配当に関しては B の方がたっぷりもらえますと。B に対し A よりもたくさん与えます。ってことは配当はいっぱいもらえる B のことを、まあ、戻ってください。このようなことを普通株式とか優先株式なんて言ったりする。剰余金配当の優先株式ね。例えばちょっと会社が資金繰り苦しいと、もう一刻も早く資金調達したいみたいな時にですよ、
普通に株式発行しててもなかなか株式出資してくれる人が集まらない、となるとちょっとたくさん配当出しますからみたいな形で色をつければあだったらちょっと出資してみようかなとかいう人も出てきたりするわけですよ。もしくは創業当初の株式にこの優先株式これを持ってもらっといて後から発行するのは普通株式にしちゃうだとかねいうような形にで、いろいろバリエーションをつけることができるんですが、でも少なくとも A と B 両方に譲渡制限ついてるってことはちょっともオープンじゃないでしょ。非公開会社です。でなおかつ、これ A にも B にも、ね、A と B ってバリエーションがあるし両方とも譲渡不自由だけれども剰余金が普通基準の株式と剰余金たっぷりもらえるバリエーションがあります。バリエーションが有する株式のこと株式発行している会社のことをこのように種類株式発行会社。うちの会社の株どれ取っても全部同じですじゃないでしょ。私の株は A 種類株式ですっていう人もいれば私の株は B 種類株式ですっていう人もいますから株主にバリエーションがあります、このような会社のことを種類株式発行会社というふうに言っていきます。このようなネーミング、ね、あの新しい用語を覚えていくっていうのはこれ今までも民法の時も不動産登記の時もまあね大変でしたけれども、出てくる端からもう用語を覚えてください。で特にこのね36ページの用語に関しては、これから結構あちこちで出てくる特にこの公開会社か否かですね、あちこちで出てきますから分かんなくなったらまず戻っていただくという形です。でちなみに37ページに関しては全く無視してもらって結構なので、ここはもう一切カットで結構です。で一旦休憩取りまして後半講義は42ページから見ていくことにいたしましょう。それでは休憩です。